こんにちは、ママ友タクヤです。今日はなんと皆さんお待ちかねのキャンドゥのコスメでフルメイクをしていきたいと思います。イエーイ。私は結構前にキャンドゥのコスメでフルメイクをしてるんですけれども、その時はね、ファンデーションと眉毛を全部やってた状態だったので、今回は手加減なしの組んでいこうと思います。カラコンはバンビシリーズのアーモンドでいきたいと思います。はい、カラコンが入りました。まず下地からやっていきます。 ATBB クリームナチュラルベージュっていうやつ塗っていきたいと思います。あ、まあ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 、でも下地なのでね、使用感的にはちょっとベタベタする感じはあるんですけれども、でも広げてしまえばそんなに気にならないですね。では次、こちらの AC リキッドファンデーション01番のライトベージュっていう色を塗っていきたいと思います。クリームファンデって感じがしますね。あとで伸びはね結構いいです。全体的に塗れたらこんな感じなんですけれども、しっとりしてます。次コンシーラーを塗っていきます。 AT クリーミーコンシーラーの01番。あ、だいぶ水っぽいですね。あとカバー力はほとんどないですね。明るさはちょうどいいです。でもカバー力を期待される方はちょっとかなって感じです。では次、このカラーフィニッシュパウダーっていうフェイスパウダーをはたいていきたいと思います。今回はこのキャンドゥのブラシで塗っていきたいと思います。本当にちっちゃいんですけど、ラメが入ってるんで、これはね結構ツヤっと見せてくれますね。ちょっとハイライトっぽいですね。ツヤみたいな、卵みたいな。 LP オートマティックアイブロウペンシル MB アイブロウを使っていきます。それでは描いていきます。いや、これめっちゃ描きやすいです。反対のスクリューブラシで境目は若干ぼかしていきます。で次にアイブロウパウダーをやっていきます。クレヨンタッチミー ST アイブロウパウダーのナチュラルブラウンって色を使っていきます。こんな感じの色ですね。薄いブラウンを取って眉頭の方を描いていきます。このアイブロウめっちゃいいです。さっき描いたアイブロウの色とマッチしててすごい。では次にこちらの ST アイブロウマスカラライトブラウンを使っていきます。あ、こんな感じなんや。すげえすげえ。形がねちょっとだけ歯ブラシみたいな感じになっております。やばい、めっちゃ塗りやすい。次ノーズシャドウをやっていくんですけれども、使うのはさっきのちょっと薄い茶色の方を取りまして、ここら辺に。で次にこちら、しっとり密着プロ級時短メイクスマートゴールド、これはアイグロスですね。出してみるとこんな感じです。じゃあいきますよ。結構しっとりしてて本当にアイグロスって感じですね。私はこれをねアイシャドウベースとして使って、でこちらの AC キラキラアイシャドウの M02 番を使っていきます。まず中間色のちょっと濃いブラウンを二重幅に塗っていきます。で次に一番下の濃い色を下まぶた3分の1に塗っていきます。ST 涙袋ペン E アイメイキャップってやつを薄く塗っていきます。これね結構油分が多めなので、薄く塗れたら指でぼかしてさっきのアイシャドウに戻って、一番明るい色と真ん中の色を混ぜてここにのせていきます。はい、こんな感じです。で忘れてました、ここの一番暗い色を上目尻のここら辺にのせていきます。目尻が締まった印象にするためにこうします。この効果は横幅がでかく見える効果があります。こう左右比べてみてもね、こっちの方がちょっと締まった感じ、わかりますか。次、涙袋を描いていきます。この横の濃い色をちょっとだけ取ったらオンしていきます。次にアイライナーをやっていきます。まあこの間もちょっと苦戦したこのアイライナーなんですけれども、頑張ってリキッドにしていきたいと思います。じゃあやっていきます。お、反対ちょっと綺麗に描けましたね。ちょっと難しい石灰ラインを頑張って描いていきたいと思います。結
けるかな。ちょっと不安。不安の塊。はい、めっちゃビビってちょっとしか書かなかったです。グーッ。次にビューラーをやっていきます。ポイントビューラーを買ってきました。あの普通のビューラーはね、目の形にフィットしなくって全然上がらなかったので、ポイントビューラーで今回は上げていきたいと思います。はい、まつげが上がりましたら、ポイントノーマルマスカラっていうやつをやっていきたいと思います。下まつげもちょっとだけ塗っていきます。正直このマスカラは乾くのが遅いので、下についたり上についたりっていうのがすごい激しいのと、あんまりボリュームとロングにはならないです。では次にチークをやっていきます。チークはこちらのクレヨンタッチミーリッパーのチークローズピンクを塗っていきます。笑ったところのここら辺に塗っていきます。これはね、前にも紹介したんですけれども、発色と色がめっちゃ可愛いので、これは普通に好きです。はい、こんな感じに塗れたら、こちらのアニマルチーク2の1番ピンクを使っていきます。笑ったところに塗っていきます。次にリップをやっていきます。ベルベットリキッドルージュのポピーレッドとガーネットっていう色を使っていきます。まずですね、こちらのポピーレッドって色を塗っていきます。こんな感じの色です。前のティントが残ってるんですけど申し訳ないです。じゃあ次ガーネットを塗っていきます。あ、これはもう真っ赤ですわ。これは内側に、いや、めっちゃ可愛い。やば、マジで。はい、こんな感じでキャンドゥで、フルメイクをしてみました。めっちゃよくね。やっぱりリップがあの上品さを演出してるっていうか、百均に見えないですよね、このマットさっていうか。やっぱりね、私がお気に入りなのはこのチークの2つで、リップ&チークとこのポップなピンクのチークなんですけれども、照れちゃってるかなみたいな、やだ見ないでみたいな感じの、なんかポッとしたピンクで、恋する乙女の子みたいな感じですごい良いと思います。でもね、ただ一つ残念やなって思うのは、やっぱりこのマスカラですね。やっぱり繊維が全然入ってなくって、すごい乾きにくくて下にめっちゃついてしまうのがちょっと残念やなって思います。はい、ということでキャンドゥを使ったフルメイクでした。皆さんも真似してみてください。以上、福縁でした。バイバーイ。なんとカップルチャンネルができました。チャンネルの URL は概要欄にあるんで、よかったら見てください。バイバーイ。